ペガサス級5番艦グレイファントムを投げ、あんたスカーレット隊発進。ここワイズマン伍長たちと戦ったコロニーよね。夜間戦闘だなんて。あのブレイクミッションから6日ほど前、ルビコンモビルスーツ攻撃いた。 MS18E ケンプファー。へへ、一丁散歩に出かけるとするかい。これが強襲型の、こんな中立からの一応にこいつ出来損ないか。ニュータイプ専用ガンダム、いかつい体つきね。いや、あれはね、戦わなければもっと多くの人が死んでしまう。クリスティーナ・マッケンジー注意、こちらスカーレット隊援護し、当たって。何？無傷だと？太めだと思ったら外部装甲だったの？チョバムアーマーだよ。顔にもつけとけばいいのにね。くそ、出来損ない。俺が始末してやる。こいつが動いてるってことは隊長たちはやられたのか。正しいことなんてどこにもない。自分にできることをするだけよ。サイクロプス隊の作戦は失敗。じゃあワイズマン伍長は？大丈夫、脱出してる。彼はこの後ザクに乗るんだから。そうか、前のブレイクミッションにつながっていくのね。最後の戦いはバーニーのものだからね。もう手加減はしねえ。本気でやらせてもらおう。一気に酔いが冷めちまったぜ。助かる。ここでここで決める、これからが本当の戦いってやつだ。ケンプファーのパイロット、この状況でも全然焦ってない。ミーサこと、ミハイル・カミンスキー注意。特殊任務班の大ベテランだもの、当然だよ。対する NT-1 はガンダムとはね。テストパイロットのマッケンジー注意さん。注意、無理はしないでください。私たちがフォローします。やらなきゃいけないの。どんなことをしてでも止めてみせる。そろそろ遊びはおしまいにしようじゃねえか。こいつはちょっとまずいかもな。バカな、なんて威力してやがる。させるか。もらった。私も負けていられない。直撃させる。まだなのか。機体が味方がいない。俺がやられただと。敵の撃破を確認。やったわ。小隊長お疲れ様。これであとはクリスマスを待つだけね。うん、これで全てのミッションは終わりだよ。
ブレイクアウトしよう、犬姉さん。え？でもワイズマン伍長は？戦うのはまさかマッケンジー中尉と？歴史は正しく流れるよ。このコロニーに核が撃たれることもない。つまりやっぱりガンダムは負けるの？我々の勝利です。帰還しましょう。私だって戦ってみせる。ペガサス級5番艦グレイ、戦うしかないのね。スカーレット隊発進。ここワイズマン伍長たちと戦ったコロニーよね。夜間戦闘だなんて。あのブレイクミッションから6日ほど前、ルビコン作戦が今まさに行われてる。じゃあ今日サイクロプス隊は、うん、一人を残して。モビルスーツ高速移動中。住宅街へ。いた。 MS18E ケンプファー。一丁散歩に出かけるとするかい。これが強襲型のキッ。こいつ出来損ないか。ニュータイプ専用ガンダム、いかつい体つきね。いや、あれはね、戦わなければもっと多くの人が死んでしまう。クリスティーナ・マッケンジー注意。こちらスカーレット隊、援護し。当たって。な、何？無傷だと？太めだと思ったら外部装甲だったの？チョバムアーマーだよ。顔にもつけとけばいいのよ。くそ、出来損ないみ。俺が始末してやる。こいつが動いてるってことは隊長たちはやられたのか。正しいことなんてどこにもない。自分にできることをするだけよ。サイクロプス隊の作戦は失敗。じゃあワイズマン伍長は？大丈夫、脱出してる。
彼はこの後ザクに乗るんだから。そうか、前のブレイクミッションにつながっていくのね。最後の戦いはバーニーのものだからね。スカーレット隊全滅。あ、いえ、一部隊のみ残存。え、もしかして私たちだけ？そういうこと。ガンダムを援護しよう。もう手加減はしねえ。本気でやらせてもらおう。逃がした。こいつでどうだ。終わりはしない。これはどうだ。よし、ザ海賊隊の底にかかって様子を見せてやる。ジャスタルタッタッタッ。機体が何をしているのですか。危険な犬を祝いだ。ここは私が。かわせるか。私も負けていられない。海賊隊の底力からまだ見せてやる。かわせるか。さあ確保してもらう。お手伝いに立ち上がってやる。こいつでどうだ。最大出力。ペガサス級5番艦、グレイファントムを中に入れろ。モビルスーツが接近するようならジムとガンキャノンで防衛ラインを張る。アレックスのクリスチーナ・マッケンジーです。援護します。あなたの力どれほどのものか拝見させていただきます。スカーレット隊発進。ここワイズマン伍長たちと戦った頃にもね。夜間戦闘だなんて。あのブレイクミッションから6日ほど前、ルビコン作戦が今ボビいた。 MS-18E ケンプファー。へへ、一丁散歩に出かけるとするかい。これが強襲型の機動力。ユノ姉さん。こいつ出来損ないか。ニュータイプ専用ガンダム、いかつい体つきね。いや、あれはね。戦わなければもっと多くの…何？無傷だと？太めだと思ったら外部装甲だったの。チョバムアーマーだよ。顔にもつけとけばいいのに。くそ、出来損ない。俺が始末してやる。こいつが動いてるってことは隊長たちはやられたのか。正しいことなんてどこにもない。自分にできることをするだけよ。サイクロプス隊の作戦は失敗。じゃあワイズマン伍長は。大丈夫、脱出してる。彼はこの後ザクに乗るんだから。そうか、前のブレイクミッションにつながっていくのね。最後の戦いはバーニーのものだから、ね、もう手加減はしねえ。本気でやらせてもらおう。一気に酔いが冷めちまったぜ。終わりはしない。そこ、くらえ。
直撃させる。これはどうだ。そこだ。なかなかのものですね。お手っ腹に風を投げてやる。いけ。あれ。そこだ。単純な時に全てをぶつける。この状況でも全然焦ってない。ニーサことミハイル・カミンスキー注意。特殊任務班の大ベテランだもの。当然だよ。対する NT1 はガンダムとはいえテストパイロットのマッケンジー注意さん。注意、無理はしないでください。私たちがフォローします。やらなきゃいけないの。どんなことをしてでも止めてみせる。そろそろ遊びはおしまいにしようじゃねえか。こいつはちょっとまずいかもな。くらえ、ジャイアントバズで当たれ。かわせるか。そこ直撃させる。これならいける。くそ、当たれ。させるか。バカな、なんて威力してやがる。まだなのか。これはどうだ。かわせるか。そこだ。なんだ、意外出力。俺がやられただと。敵の撃破を確認。やったわ。招待者お疲れ様。これであとはクリスマスを待つだけね。ううん、これで全てのミッションは終わりだよ。ブレイクアウトしよう、ユナ姉さん。え、でもワイズマン伍長は戦うのはまさかマッケンジー中尉と。歴史は正しく流れるよ。このコロニーに核が撃たれることもない。つまりやっぱりガンダムは負けるの。我々の勝利です。帰還しましょう。そこ。未来世紀のランタオ島でブレイク現象が観測されたんですって。またバトルロイヤルが起こってるのかと思ったんだけど、ちょっと違うみたいなんだよね。
ランタオ島のブレイクミッションだとガンダムファイトだったわね。大変だったユノ、大変だった兄貴。まさかまたガンダム大集合じゃないでしょうね。それで済むならマシかな。複数の歴史データが侵食されてるんだよ。前よりも大規模なガンダムファイトが起きるの？規模というか系統が違うんだよ。ハロ先輩、モニター出してくれる？ランタオ島アクセス、現在のランタオ島。え？現時点でこのイリオンステーブルからブレイク現象が確認できるってこと？その通り。これが通常のランタオ島なんだけど。ええ、覚えてるわ。歴史を超えたガンダムたちが集まっていた。で、これが観測できた今のランタオ島。何この不気味な感じ。それに奥にあるのは塔？前は城があった、ジャパニーズキャッスル。あれもそもそもおかしいんだよ。小隊長さんも覚えてるでしょ、武者ガンダム。それって日本のことだったりしないの？国としては似てるけど、異なる歴史の戦国時代に生きるガンダムだね。さすが小隊長、覚えてる、よく覚えてる。あのお城は武者ガンダムの歴史のものであって、ランタオ島には本来存在しないものなんだよね。ブレイク修正によって消えた日本のお城。じゃあ今回現れた塔は？間違いなくスダドアカワールドのものだよ。意志を持つガンダムの世界。武者ガンダムをはじめとして戦闘でうやむやになっちゃってたけど、聞いておいた方が良さそうね。ガンダムワールド、ガンダムワールド。イエスさん、姉さん。じゃあスダドアカワールドとは何か。今とは違う時代、どこかにあるというスダドアカワールドか。問題はそれ自体がそもそもパラレルな歴史なのに、そこからさらにパラレルな世界につながってるってこと。ミッション、影響あるのか。ミッション、見ての通り、ランタオ島の地形は異世界のデータの干渉を受けて変化してる。他のガンダムの歴史データにもアクセスが確認されてるね。ブレイク現象の規模がどこまで広がるかわからないってことか。今回の私たちの役割は？アルガス王国の騎士団としてミッションに出ることになるよ。え、ロクロア王国じゃなくて？当然その国からはその名にふさわしいガンダムが現れるだろうから、ラクロアの勇者がね。あれがティターンの的。間違いない。そして勇者も来る。本当に戦わなければいけないのね。ジュリエッタ・ジュリス、あなたの援護に入ります。導きのハープは私を戦いの場に導いたのか。勇者ナイトガンダム、こちらアルガス騎士団です。おお、ナイトアムロの。あなたの寺ん、ゴブリンザクか。新型、普通のザク2に見えるけど、これデータの紐付きだ。私たちとナイトガンダムの認識が違う。宇宙世紀だ。ナイトグフか。ナイトギャンがいない今が好機。ギャンって何？チェンバロ作戦の後いたりいなかったりするレアなモビルスーツだよ。今回はないってことらしいわね。当たれ。これはどう。私も負けていられない。これはどうだ。当てる、いけ。そこだ。さすがですね、
落とされた。油断した。助かる。そこ当たれ。かわせるか。肝心な時くらえ。直撃させる。かわせるか。いけ。これでどうだ。ついそこだ。死体がある。落とされた。当たれ。弱い者いじめは許さん。おい、まだまだ。誰かを守るのか。いるのか。ありがとう。このままでは。なんだって。なんだと。させない。弱き者を救うため、私は戦う。油断した。最大出力。もう終わった。落ちる。ついっ。でやー、そこだ。かわされた。逃がさん。当てる。これはどうだ。くらえ。まだまだ。悪は滅びるのが世の習い。まだなのか。てりゃ落ちる。ここにフラウ姫はおらぬ。ゴブリンザクよ、森へ帰るがいい。彼女を助けたことで物語は始まるんだよね。レヴィル将軍のお子さん、フラウボンさんなの。モンスター、スケルトン動画か。シャアの反乱時代のギラ動画。動画とかとか。何それ、鳴き声なの。ダンジョン以外にも生息していたとは。当たって。こんな走る。誰かを守るのに理由はいらない。当たれ。直撃。まずい、このままでは。助かる。強い。そこ。これはどうだ。かわせるか。直撃させるか。問題ない。くらえ。まあ、かわせるか。全力でいく。これはどうだ。まだまだ。そこだ。こんなところで。落とされた。邪魔をして。ありがとう。なんて力。当たれ。くらえ。いけ。そこ。当たれ。かわせるか。光を貫け。なかなかのものですね。そこだ。ブレイク反応近い。誰にも私の計画の邪魔はさせん。ん？お前は卑劣艦サザビ。ガンダム。乗っているのはアムロか。ナイトアムロは修行の旅に出た。私はナイトガンダム。ナイトガンダムかと。お前こそナイトサザビーではないのか。私はネオジオンのシャア。仮面の男。
ナイトシャーダというのか。どちらも正解といえば正解なんだけど、ね、ややこしい。サザビーなのだけは確実だから。ならば見せてやろう、サザビー。ナイトガンダムの力を、ガンダム一族の底力を。させない。当たれ。光を貫け。